まあ超珍しいんですよ。そこは高槻じゃなかった、どこやったっけ。わかる？わからんな、これではやっぱり。まあなんとなくね、こっちが F ってことはわかるけど、ちょっとわからんな。上から見てみようか。これは看板なければただの墓地ですよ、ほんまにね。前方部から応援部のね、どこ見れるかね。ダメだな。ちょっと入ってみようかな。入って、はい、失礼します。入りまして、公園部の方をちょっと覗いてみましょうかね。見えるやな、見えろ、ここ行くか。これはただの墓地だね。中歩くだけ、中歩くだけでただの墓地でございます。ほんまに。これ墓地でございます。うわあ、ほんまにみっちりやね、これ。これほんまみっちりや。これはほんまに隙間ないね。じゃあこっち行ってみましょうか。なんとなくダウンを見たらね、この方が墳丁という感じやね。ほら、墳丁、こういう風の墳丁でございます。あれ15分です。全部お墓でございますからね。ほんまに迷路になってございますから。置いてるか。こう入れるか。こう入れんと、こっち行ってみるか。横見たらね、崩れかかってますよ。おお、ここから上がれるか。ここから上がるか。墳丁だから、こうやね、だんだんでやって。歩かれへんな。おい、左行けるか。閉めてますよ、お墓が。こう、どこ、こうか、迷路でございます。今日は大阪も見えますね。阿部のハルカス見えるかね。あれ阿部のハルカスや。どれだ、これ阿部のハルカスね。はい、阿部のハルカスでございます。まあ距離的なことないんでね。で、宝墳の方を見ると、これ宝墳でございます。これ、全部がもうお墓でございます。間違いなく。これだけ見てもらっても、これ、ただ墓地やないかと言われるか。せやな、なんか看板線を探さなあかんな。墓地やないかと言われそうやね。どっか行けないかね、これ、ここに。ここに道があるんだけどね。これちょっと行ってみるか。狭い道やけど。あの辺からやな、くびれやからね。あの辺から公園部なんでね。ほんまに迷路でございます。
降りられまへんか。ほら、降りられんね。どこ降りるとこないかね。こちらの方が前方部でね、看板がなければほんまにこれ墓地やわ。絶対ほんまって言われますよ、これね。看板を探しましょう。はい、出てきました。いや、何にも看板もないんか。残念だ、看板もありませんでした。さっきのあの看板で分かってくれるか。こういう感じで見たら分かるか。ちょうど突き当たりが公園部でございますね。手前が豊富でございます。いやいや、これは古墳じゃないわ、墓地やわ。分かりますね、あの公園部の高さが超高くなってるでしょ。あれが公園部の墳丘でございます。円墳の方でございますからね。まあ珍しいね。大阪にもう行きあったか。どこやったっけ。それは違う、こんなここまでひどくなかったね。古墳の方がちょっと入れるんでね。公園部の、前方公園部の墓地でございます。公園部が高い位置の方が。ね、前回の動画出した時、何墓地やないかって誰か怒っとったけど、墓地じゃないんですよ。前方公園墳なんですよ。全然ありませんでしたね。これすごいな。これはすごいよ、これだけあるとね。おお、こんな見るとこれはね、すぐ上がりたくなるかいかんな。なんだろうね。カメラ持ったら前しか進まんやっちゃうからね。まあ、行ってみましょう。これ公園部の墳丘に行けるんかな。階段がここまでか。あれ、行かれへんか。こっちから行くから。ほら、ここから上がれる。ここから。お、上がるんだ。迷路みたいになってますから大変でございます。あ、こんにちは、上がれた。1号分、これね、1号分で、2号分はこっちが前方部の方ですよね。でこっちが公園部。はい、みんな墓でございます。墓地になってます。お墓でございます。これ降りるか。いやー、世にも不思議な、ね、前方公園墳でございます。まあ珍しいんですよ、こんなやつは。随分いろんなとこ回ったけどね。日やな。今、大阪で確認できて、前方公園墳でね、ほとんど墓がいっぱいあるって2基。それ入れて3基か。3基か。ほんま少ないんですわ。はい、降りてこれました。これすごいね。もうね、石が組んでありますね。綺麗なね、切り地で。近年やつだ、これね、近年。すごい。前方後円墳の墓地としては、返してもらえないだろうね。ダメだろうね。これだけ石の、すごかったら。こっちもね、上、墓地になって。やっぱり反対側もないですね。あ、日本は墓地になってるけどないんだ。残念でございました。ないでございました。はい、ありがとうございました。玉手山は1号墳、2号墳、3号墳でございました。あー、終わりました。